こんにちは、スタルケルです。皆さんまずはこちらをご覧ください。どうぞ。なんとスパーキングシリーズでヘルサラマンダーが新しくスパーキング化し、インフェルノサラマンダーがね発売されるそうです。やったね。もうめちゃくちゃさ楽しみだわこれはね。めっちゃヘルサラマンダー好きだからさ、っていうのは嘘で、はい、なんとこのベイね作りました、自分が自分が作ったオリジナルベイでございます。はい、あの 3D プリントでね作りました。で自分で色塗ってっていう感じでございます。うん、いやこれに至るまでにさめちゃくちゃさ作ったのよっていうね、あの家庭とかいろいろね喋ってる動画がサブチャンネルに上がってるので、気になる方ぜひね見てってください。はい、でこれがインフェルノサラマンダーになります。でいやちょっとこれさまあいいや。はい、このオペレートダッシュね、ダッシュ化を使ってます。でシャーシがシャーシがあのダブルシャーシの 1B 使ってます。なんでこれ作ったかっていうと、まずヘルサラがめちゃくちゃ好きっていうのと、あとこのヘリオス、キングヘリオスってめっちゃヘルサラマンダーに似てるなって思って、あこの 1B 使えばヘルサラのブレードチェンジも再現できるなと思って作ってみました。うん、見てほら、ちょうどこの 1B のこのね刃とこの、はい、ヘルサラのこのリングのこれが重なってこうヘルサラみたいになってますよねでもこれが10枚刃モードなんですよ。うん、でこのシャーシ外して反対にするとこれが5枚刃モードになります。で見てくださいこれね斜めにねほら繋がってるんですよ。だからこうアッパーをねガツンとね決めることができるっていうスパーキングアビリティを持っております。ブレードチェンジなんだけどね。うん、このチップも、はい、このヘルサラのこの顔ちょっとこう取ってギュッてねやりました。うん、でこの青い炎なんですけど、あこの名前がこのリングがインフェルノで、このチップがサラマンダーなんですよ。で、なんでかっていうと、このヘルサラマンダーのヘルって地獄って意味なんですよね。で、じゃあ、そのスパーキング化するにあたって、地獄より上って言ったらもう、インフェルノしかないなと思って、地獄の豪華ね、インフェルノ。うん。まあ、インフェルノって名前ついてるベイあるけど、もうすでに。もうそれしかないなと思って、うん、インフェルノにしました。はい。で、炎って赤色より青色の方が熱いって言うじゃん。うん、熱いのさ。だからこう青いね、炎をいっぱいデザインしてます。うん、この実際ヘルサラにも青こう使われてるしね。うん、っていうのでね、作ってみました。いや、どうよ。どうでしょうか。初オリジナルベイですね。うん、初オリジナルベイ作ったんですけど、うん、なんか、よかったらなんかかっこいいとか、ここのデザインいいねとか言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいので、コメント欄でね、いっぱい書き込んでください。はい。で、インフェルノって、あの、英語で書くと、こう、INFERNO なんですよ。で、その最初の頭文字の I と N を取って、このスパーキングのこの最初の、ここの炎あるじゃん。ここの炎 I。で、こっちの白い、このギュニュギュニュギュニュっていう尻尾みたいなのを N。で、ちょうどインフェルノのインの部分をね、入れてるっていうデザインにもしてます。はい。デザイン的にもね、こだわっておりますよというわけですね。っていうので、実際このインフェルノサラマンダーが強いのかっていうのをね、バトルでやっていきたいんですけど、うん。やってみよう。わかった。ちょっとね、スパーキングチップミスってね、このドライバーセットできないんだよ。できるけどすぐ取れんのさ。だから今回は
どれだって。これだ。これが、はい。同じ形ですね。うん。今出力したばっかり出来たてほやほやのやつなんですけど、これに、ヘリオス。このヘリオスのチップをつけてね。はい、やっていきたいと思います。そのチップで性能あんま変わんないんで。ということで早速バトルやっていきましょう。ということで早速バトルやっていきましょう。まずはちょっとヘルサラとやっていきたい、うん、ヘルサラのまずこっちもじゃあディフェンスモードにしましょう、はい、でやっていきましょうね。ヘルサラ対決ってことで、え、めっちゃ緩いロック大丈夫かな。はい、じゃあいきますか。うわ、やばっ。聞こえるかな、この。わあ、でも風切ってる音が聞こえる。さて、おーバースト。まあそりゃあね、これはバーストできないとって話になるからね。うん、いや、いいですね、すごい。じゃあ次、もうヘルサラはそりゃあね、かなわないですよ。もうスパーキングたちで立ち向かっていきましょう。グライドラグナルクでやっていきましょう。ホイールリボルブ 1S。 うわ、こーわこーわ。いや、こーわ、マジで壊れないよね。あ、姿勢がめっちゃキンキン言ってる。すげえ、このブレードでめっちゃね、攻撃してますね。かなわないか。まあディフェンスですからね、ディフェンス対スタミナはちょっと相性が、それはね、悪いからね、しょうがないですね。はい、じゃあ次、キングヘリオス。これもディフェンスですね。はい、ほぼ同じだからね、この、キングヘリオスと、この、ね、インフェルノサラマンダー。はい、やっていきましょう。どういった戦いになるのか、さてどちらが勝つのか、どちらが本物のブレードチェンジを使いこなせるのか。姿勢崩すね大丈夫、やばい。お、勝った勝ちました。ほら、ってことでね、本物のブレードチェンジはこっちのインフェルノサラマンダーってことになりますね。うん、ってことでいいよね、もうはい、まあ、まだディフェンスモードですからね。はい、はい、そして次、スーパーハイペリオン XC1A でやっていきたいと思います。これアタックだから、ちょっと後シュートにしますか。じゃあやっていきましょう。耐えろ、耐えてくれ。いいぞ、耐えましたね。いやー、めっちゃ静か。もう一回やっていきましょう。まぐれかもしれないからね。おー、ちょっと待って、最強のディフェンスじゃない？カウンターえぐくない？これすげえ。え、ディフェンスモード最強説あるぞ、これ。はい。ってことで次、アタックモードでやっていきましょう。ってことで、もう一回、ラグナルクから。うわ、やばっ。やばっ。やばくない？ちょっと待って。え、最強のベイ作っちゃった、まさか。最強のベイ作ってしまいました。ラグナルク一瞬だったけど今の跳躍力見た？やば、オリンピック狙えるよこれ。はい、次、金ヘリもアタックにするか。はい、アタック同士で戦っていきましょう。さて、どっちが最強の
ブレードチェンジアタッカーなのかやっていきましょう。あ、やばいやばいやば、いけいけるの、うお強っ。キングヘリオスも強いよねこれ。え、キングヘリオスこれ耐えるってえぐいね。え、これ金ヘリがえぐいだけだと思うんだけど。はい、じゃあ次ハイペリオンやっていきましょう。アタック対アタックですね。やばこの羽、うわやばい。いやマジでさ鬼レベルだね。ということで今回のインフェルノサラマンダーのレビューいかがだったでしょうか。待って、本当強くないこれ。てかアタックがさ強すぎるこれ。めっちゃ吹っ飛ばしてたよね。やっぱこのさ歯のさ重ね方だよね。こう斜めにちょうどさこうアッパー仕掛けれるようになってるからすごい吹っ飛ばしてましたね。うん、これが多分この歯がこっちよりでこう揃ってたらあんまりアッパーは決められないのかなと思いますね。いやめっちゃ強い、びっくりしたわ。こんな強いと思わなかったわ普通に。うん、いやね、めっちゃかっこいいよねこれ、大好きなんだけど。うん、でもしこれなんか欲しい方いたらなんかプレゼント企画とかやろっかなと思ってるので、うん、あのこれはめっちゃ頑張ったからあれなんだけど、この 3D プリントしたやつ、色塗ってないやつね、プリントならもう楽々できちゃうので、うん、全然、はい、プレゼント企画やって、あ、歯が折れてるここ。今気づいた。うわー、ほらこういうこともあるけど、まあね、こっちだったらまあ全然いい、こっちじゃないからね、色塗ってる方じゃないから。うん、あれなんか Twitter でやろっかなと思ってるので、はい、なんかツイッターで情報を出すと思うので、そのプレゼント企画に関しては、はい、なのでツイッター自分のね、はい、チェックしていてください。ということで今回の動画この辺で終わりたいと思います。またねなんか機会があったら違うねベイも作りたいですね。うん、っていうので、はい、今回の動画この辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。あとツイッターのフォローですね。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。